はい、どうも皆さんこんにちは、チョブリです。はい、今日の動画なんですけれども、本日はコーナーキックの守り方についてやっていきたいと思います。はい、てことで、まあね、本日はコーナーキックですね。で、結構僕コーナーキックの、こうやったら点取ります、こういうコーナーキックが強いですよっていう、動画を出してるんですけど、コーナーキックのね、守り方についての動画はね、なかなか出してなくて、っていうのも、結構僕自身もね、なかなかコーナーキックの守り方結構、どうやって守るの正しいのかなっていうのも、結構ね、今作苦戦したりしていて、最近ようやくね、こうやったら全く失点しなくなったっていうコーナーの守り方が見つかったので、今日はそちらをご紹介していければなと思います。はい。で、クリップの方を見ながらご紹介していくんですけれども、まずはじめにね、このフリートレーニングモードのディフェンスを使って、軽くご説明だけしていこうかなっていう風に思っているんですけれども、コーナーキックね、こういう風な状況の時いろいろ守り方がありますよね。はい、これ相手が勝手に蹴っちゃうあれなんですけど、左クリックすると十字キーの左クリックすると、マンツーマンとかミックスとかゾーンとかっていうね、こういう風に例えばゾーンを押すとこういう風に真ん中に今密集してる、これの守り方がゾーンですね。はい。で、あと、マンツーマンとミックスっていうのがあって、マンツーマンだと、選手一人一人につく感じですね。ゾーンっていうのはそこの場所を守ってる感じですけど、マンツーマンはこういうふうに人一人に一人つくみたいな、それが、このマンツーマンっていう守り方になりますね。で、逆にミックスっていう守り方は、つく人もいれば、中で守ってる人もいるみたいな、バラバラみたいなね。言ったら、マンツーマンと、ゾーンを分けたミックスみたいな、どっちも混ぜたよみたいな感じのイメージですね。はい。で、まずこの3つの中のどれがいいのかっていうことと、ここのカーソルの選手、例えば、ここに結構ニアに立ったりしますよね。こういう風にニアズドンやってくる人が多いんで、ニアに立たせた方がいいのか。はたまた、中に合わせたりとか、例えば、一番でかい選手、でかい選手はこういう風に中に合わせておいた方がいいのかとか、ここのカーソルの選手をどこに置いとくのかっていうのも結構重要に、コーナーキックとなってくるので、そこも含めてね、結構かなり守り方が見つけることができたので、今日はご紹介していきたいなと思います。はい。で、結構守備部としては、これ、ゾーンで守ってる方が多いかなって思うんですよね。ミックス、マンツーマン、ゾーンだからと、ゾーンで守って、一番結構最近の鉄板のやり方だと、ゾーンで守って、ニアの人こういう風に立たせるみたいな。一応このやり方が鉄板になってるんですけども、このやり方より結構個人的には強い守備の仕方を見つけたので、ぜひね、少しでも参考にしていただけるといいのかなと思います。はい。それでは早速クリップの方見ながらやっていきましょう。はい。では早速ね、クリップの方見ながら、ご説明の方をしていきたいと思います。はい。で、まずはじめに、これは、結構今流行ってるコーナーの、ゾーンのディフェンスですね。はい。で、個人的に、僕今までゾーンでやっていたんですけども、このやり方を見つけてからね、もちろんゾーンではやらなくなりました。で、ゾーンっていうのがあまり良くないっていうことに気づきまして、その良くないまず理由、一番流行ってるこのゾーンディフェンス、コーナーキックのゾーンディフェンスが、良くない理由をまずご説明していきたいと思います。はい。で、そちらなんですけども、はい、まず、ゾーンディフェンスにしたとき、はい、これね、コーナーキックのときに、フォワードの選手とかもね、カウンターターゲット入れてないと下がってくるんですけども、ゾーンディフェンスするとミスマッチが起こるんですよね。はい。ミスマッチっていうのは、なんでかっていうと、フォワードの小さい選手が大きいセンターバックについてくるっていう謎のミスマッチ現象が起きてしまいます。はい。っていうのも、はい、今見てこれ、わかるでしょうか？これ、止めますね。はい、これ、ボアティングに対してメッシがついてるんですよね。はい。で、このマッチ、このミスマッチって、メッシにカウンターターゲットつけない限りは、解消できないんですよ。はい。なので、こういうまずゾーンディフェンスだと、なぜかこういうミスマッチが起こりやすくなってしまう。そこがまずデメリットの一つですね。はい。あと一つ。はい。ゾーンディフェンスすると、ここの真ん中。ここの真ん中が、密集する形になりますよね。もちろん、ここのゾーン、蹴ってくるゾーンを、守るディフェンスなので。そうすると、ここのマイナス、相手のこのボールがこぼれたとこ、弾いた後のこぼれたところが、必ず相手ボールになってしまうっていうデメリットがあります。例えば、真ん中で頑張って弾いたけれども、ペナルティエリア外にいる選手だったりに、必ず拾われてしまうっていうのが結構皆さんあると思うんですよね。まずゾーンディフェンスのデメリットはこれになります。はい。まずこのミスマッチが起きてしまうっていうのと、ここの、マイナス、このね、ペナルティエリア外のところで弾いた後、必ず拾われてしまう。それがデメリットになります。はい。で、ここの、カーソルの選手の位置なんですけれども、ここに立たせる方よくいますよね。はい。で、個人的にはここに立たせるよりも、ここの一番ニアの部分に立たせるのがいいと思います。
で、理由としては、まあ、やっぱね、最近ね、ここに立たせるのもいいんですけど、どうしてもね、人一人分しか立てないので、その横のスペースだったり、うまくね、こう、ボールをかいくぐられてしまう時もあるんですよね。だけど、ここのセンターバックを、まあ、一番でかい選手、ここのニアのここの位置に立たせることによって、まあ、結構、ニアズドンを防ぐこともできるようになったので、ここに立たせるより、まずここのね、キーパー前に立たせるのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、これミスマッチのシーンです。メッシがボアティングについてしまってます。なので、まあ、相手のコーナーキックで、はい、こういう風に危ないシーンが出てしまいますよね。はい。なので、このゾーンディフェンスに関しては、まずここの、ミスマッチが起きてしまう、こぼれ球に反応できないっていう点が、あまり良くないといった点になります。はい。なので、これからはこの点を踏まえて、じゃあどういった守り方がいいのかっていうことについてやっていきたいと思いますので、ご覧ください。はい、それでは、これがね、僕が最近新たに見つけたいい守り方についてやっていきたいと思います。はい。で、それなんですけども、マンマークですね。ミックス、マンマーク、ゾーンディフェンスっていうのがあると思うんですけど、そのマンマークです。で、何がいいっていうのかをまず説明していきます。まずマンマークにしますね。そうするとこれ見てください。マンマークにするとまずミスマッチがなくなります。さっきメッシがボアテングについたのに対して、メッシがここのエリアを見るようになります。なので、まずマンマークにすると、ミスマッチがなくなるってことですね。でかい選手に対して小さい選手がついてしまうっていう、ミスマッチがなくなるので、競り合いに負けてしまうっていうシーンがあまりなくなります。圧倒的なね、身長差で負けてしまうっていうシーンがなかなかなくなります。はい。っていうのと、マンマークにすることによって、先ほどの点、こぼれ球に対して、さっきはゾーンディフェンスにすると、ここ、ガラ空きでしたよね。そうなんですけど、マンマークにすることによって、さっきいたメッシとかが、ここの選手一人一人にマークつく形になるので、ここのね、マイナス部分をしっかり補填してくれるっていう。なので、弾いた後も誰かしらが拾ってくれる。今までゾーンディフェンスだと、弾いた後、相手ボールに固くなってしまって、そこからまた守らなくちゃいけなかったんですけども、このマンマークにすることによって、弾いた後も、この相手からね、マイボールにできる可能性が高くなるっていう点、そこが非常にいいと思います。はい。で、マンマーク、ディフェンスにした時の、このカーソルの位置と守り方について説明していきたいと思います。で、守り方なんですけど、はい。先ほどお話したように、ここに立たせるのではなくて、まずゴール前に立たせます。はい。で、ここのゴール前に立たせる選手なんですけども、どの選手を立たせるかっていうと、ここの一番ニアの選手。ニアの選手にマークついていた選手をこの位置に持ってきます。今で言うとダビンソン・サンチェスですね。本来ダビンソン・サンチェスがこの一番この選手についていたんですけども、その選手を引っ張ってきてここに立たせます。で、理由としては基本的に、まあ、ニアズドンが一番怖いんですよね。ニアに速いボールでボンって、ここの世代に関しては、まあ、正直勝てると思います。なんですけど、このニアに速いボールに対してなかなか反応できないことが失点の原因として多いんで、まずニアをケアしたいっていう時に、例えばこのファンダイクを持ってきてしまうと、ここのボアテンがフリーになってしまいますね。まあ、どの選手を引っ張ってきても、どっかの選手がフリーになってきてしまうんですよ。なんですけど、そう考えた時に一番フリーにしていい選手っていうのはこの選手ですね。この選手が、まあ、ここの中まで走ってきてヘッドするっていう可能性はなかなかないので、もちろんショートコーナーやられてしまって可能性はあるんですけども、まあ、ショートコーナーやったらね、ディフェンス1枚2枚でいけばいいので、まずやり方としては、一番ニアズドンを警戒しなくてはいけないので、まあ、この選手、ダビンソン・サンチェス、もしくはビエラ。まあ、ビエラよりここの選手の方がいいかな。この一番ニアにマークついてる選手をここに引っ張ってくる。で、そうやって守ることによって、こういう感じですね、今。こういう形が理想形の形になります。この、守備の陣形、ここのね、こぼれに関しては一人一人ついてる感じで、ここの中は1枚1枚それぞれでかい選手にでかい選手がついていて、さらに一番ニアの選手をマーク外してここのニアを警戒する。そうすることによってどうなのかというと、相手の、まあ、ニアに速いボールに対してこういう風に今のファンダイクが反応してくれましたね。今の例えばここのニアに速いの来たらダビソン・サンチェスが対応するんですけども、ちょっとマイナスのここのね、ボアティングに対してボールが来たので、それに対してはしっかりファンダイクが、こういう風に、対応してくれます。はい。で、今のシーンも、例えばこれゾーンディフェンスにしていた場合、メッシとボアティングがミスマッチになってしまうので、おそらく負けていたと思うんですよね。はい。で、カウンターターゲット入れていても、結構ね、この前線の小さい選手が大きい選手についてしまうっていう謎のミスマッチがかなりよくわからないんですけど、ゾーンディフェンスだと生まれてしまうので、本当にミスマッチが起きやすくなるんですけど、マンツーマンにすることによって、なぜかね、このしっかりディフェンダーの選手が相手の大きい選手を作ってね、ミスマッチがなくなりました。はい。で、これやることによって、本当失点でなかなかしなくなったと思います。少なくてもニアズゾーンに関してはなくなりました。はい。
なので結構コーナーキックの守り方、コーナーキックで無駄な失点してしまうっていう方多いと思うんですよね。はい、そういう方は、こういう風なまず一旦マンツーマン、なかなかねもしかしたらやったことない方いると思うんですけども、やってみたらいいと思います。はい、であとそうだ、クリアの仕方ですね。このクリアの仕方なんですけども、いろんなクリアの仕方あると思うんですけども、個人的には四角がいいと思います。これも四角でクリアしてますね。まあ、理由としては、まあ、四角でも×でも反応速度的にはそこまで変わらないんですけども、やっぱりこのコーナーキックの時ってこのあのもちろんねマイボールにしたくて×パスで出すっていうのは分かるんですけど、やっぱり人と人が密集してるんでごちゃごちゃになりやすい。例えばこういうふうに×パスでここで×でクリアしたとして、このボールを頑張って×でクリアして、ここの例えばビエラに対してもし仮にパスができたとしても、相手との距離が近いんで、やっぱりコーナーキックの時ってどうしても相手とのこのまあごちゃごちゃもう 50-50 の奪い合いになってしまうと思うんですよね。なのでコーナーキック、ここで失点してしまうの非常にもったいないので、まず四角で一旦クリアしてあげる。うん、こういう風に四角でクリアしてあげて、一旦まあこの外に出すなりして、まあ相手のねまあ攻撃を止めさせてあげるっていうのは重要だと思います。はい、でこのコーナーキックマジで、ね、何回もめちゃくちゃ研究しました。本当にゾーンがいいのか、なんだろう、マンマークがいいのかミックスがいいのか全部めちゃくちゃね、結構本当ね1日本当半日ぐらいかけてね試したんで、その中でやっぱ結果ねこれがいいっていう風になって、それを試してからずっと失点をねなかなかしなくなったので、コーナーキックで未だ失点したいので、このやり方非常にいいかなと思います。なので、まあ、少なくともこのウィニングレブ2021今作に関しては、この守り方は継続していただければ、はい、必ずまあ、今よりは失点がね減るのかな、ミスマッチが減るのかなと思うので、ぜひねやっていただければなと思ってます。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。はい、今日はねこんな感じでコーナーキックの守り方についてやっていったんですけども、まあ、少しでもねこのコーナーキックの守り方で失点がね減ってくれる方がいたら嬉しいなと思っております。はい、てな感じで今日はコーナーキックの守り方についてやってきました。こんな感じでね毎日小崎の動画とか海月の動画毎日投稿さね上の投稿してますので、よかったらねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、コメントね高評価ボタンも押してくれると非常に嬉しいなと思っております。はい、てな感じで今日は以上にしたいと思います。それでは皆さん今日の動画終わりです。また明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。